こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はキャピトルホテル東急睡蓮の鉄板焼きをご紹介したいと思います。日本料理睡蓮の中はテーブル席と他に鉄板焼きカウンター、お寿司のカウンター、天ぷらのカウンターがあります。はい、早速お料理ですが、この時は鉄板焼きのコースにしました。鉄板焼きのコースの最初の前菜サラダがこちらになります。お豆腐とじゃこのサラダでさっぱりしたものになってました。そして、鉄板焼きカウンターなんですけれども、事前に予約をして懐石のお料理の最初に出てくる春菜の盛り合わせも別途こうやってご用意していただきました。奥の方がおひたし、それから桜豆腐、あとは佃煮、そして手前が何だろうな、お刺身でみょうがを巻いてジュレがかかったものになってます。そして鉄板焼きのコースに戻りまして、ハマグリのスープになります。クラブチャウダーみたいなやつですね。このビニールにハマグリとスープを包んで、そのまま火を通して、最後袋、ビニールの袋の上の方を切って、こういう形で提供されます。このね、ハマグリがちゃんとスープにね、味がしっかりついてて、とっても美味しかったです。そしてこちらも追加しました。アラカルトで天ぷらの追加になります。かき揚げとさつまいも、マルジューって書いてて何かなと思ったらね、さつまいものことでした。それからアスパラと玉ねぎになります。マルジューっていうのは鹿児島の薩摩の家紋が丸に十を書くので、なのでさつまいものことをマルジューって言うそうです。さつまいも好きだけど初めて知りました。そして次に焼いてくれてるのがアワビになります。こちらでアワビを焼いて、ソースがね、アワビの肝のソースがかかるんですけれども、肝がちょっと苦手なので、ソースはつけないでシンプルに塩コショウのみにしてもらいました。最初のお料理に載ってた桜が可愛いなと思っていたら、こうやってね、氷に刺してくれて、とても可愛い感じで楽しめました。はい、これがアワビになります。肉厚って言えばいいのかな、身もしっかりしててとっても美味しかったです。そして次が焼き野菜になります。ソースがね、たくさんあって、左がカレー、そして辛いやつ、それからわさび醤油におろしポン酢、お塩になります。そう、一応これ全部試してみたんですけども、個人的にはやっぱりシンプルなわさび醤油かお塩が好きでした。そしてこれがね、すごいの、もうね、超エンターテインメントです。もうね、見てても楽しくて、もちろん食べたら美味しいんですよ。お肉も柔らかいし、甘みがあるし、すごくね、美味しかったです。もうね、このサーロイン、焼き加減もちょうどよくて、ほんとね、また食べたい、また行きます。その後はお寿司のアラカルトを追加しました。中トロとイカ2種類、そして、中トロ巻き、エビ2種類とアナゴです。もうね、ほんとどれも美味しくて、その辺のお寿司食べれなくなっちゃいます。はい、そして締めのガーリックライスになります。お寿司とガーリックライスが並ぶって見たことないって友達にも言われました。で、このガーリックライスのガーリックがこう鉄板の端っこでね、もう一番最初から温められてるんですよね。で、こうやって時間をかけて、その余熱って言えばいいのかな、それでにかけることでガーリックの水分を飛ばしているそうです。そして最後のデザート、クレームブリュレ、選べるんですけど、クレームブリュレにしました。こうコースのデザートってなんかちょっとしょぼいのイメージしてたんですけども、すごいしっかりしてて、もう超驚き、そして美味しかったです。ちなみにデザート追加して、選べる3種類だったんですけども、3種類全部頼みました。もう1個はフルーツの盛り合わせです。こんな感じでね、しっかり大きめなフルーツが乗ってます。そして最後がこれ、いちごのフランベで目の前でやってくれます。
けるだけでもこれも楽しいでしょ。で、楽しくて美味しくてすごい大満足な時間でした。こちらのいちごのフランベはもともとはキャピトル東京の中の他のレストランで、やってたメニューだそうですが、今はそちらのレストランがないのでこちらの鉄板焼きで引き継いでいるそうです。やばい、もう今自分で動画編集しながらまた食べたいです。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。今日はキャピトルホテル東急日本料理水田の鉄板焼きをご紹介いたしました。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。